負けてもすぐにまた違う大会に出れるっていうのが高校4のいいところだね。負けて終わりじゃん。勝ち続けたやつだけがトップになれるから。指示出したなるわ。いやめっちゃいいっすね。サッカーよりおもろいよ。フォーバリフォーバリフォー。こんにちは。勝った？負けた？あ、違う。こんにちは。こんにちは。いいよ。負けた？勝った？いや、2連勝。勝った？38対0。すごいな。すごいな。はい。おお、大丈夫。サイン、サイン、サイン。しきし。やだ。どう？ 4v4。4v4 っていうのをこう、僕が初めて、はい、まあ、Nowdoのみんなが、まあ、僕は来年からやろうって言ってたんですけど、はい、まあ、みんなが今年からやろうみたいな感じで。まあ、アジア、次アジア。いずれはアメリカでやりたいなっていうふうに思ってます。世界展開。うん。やっぱサッカーよりおもろいかも。4v4 楽しい？じゃあ 4v4 最高ってカメラに言おうか。せーの、4v4 最高！まあその今までにその4年生の全国大会なかったから、5、6年はあったよ。で俺も別にその全国大会今まで行ってなくて、まあ悔しい思いをして、その悔しい思いの方がエネルギーになるから。でここ負けてもすぐにまた違う大会に出れるっていうのが 4v4 のいいところね。うん、負けて終わりじゃん。勝ち続けたやつだけがトップになれるから。ナイス。うわ、いいね、敬礼してるね。俺がやってるやつね。なんかマギガさんやってますけど、俺がやり始めた。どっちが分かりにくいなって。まあその 4v4 って親とコーチいないんで、監督いないんで、自分らで指示出したりしないといけないっていうところで、まあ、子供たちが考える能力を身につくよね。これなかなかちょっと日本遅れてるから、そういったなんか教育の部分もちょっと入れてる、この 4v4 は。なるほど、うん、ルール自分らで理解しなあかんから、まあ、ドリブルインもキックインも一つの戦術になるから。うん、どうした？いやいや、そのマキガチャンネル、多分そう。だからすごい今日もう朝からスッとスイッチ入れてるよね。帰りしんどなんぞ。もう本田さんがさ、カンフル剤やからさ、すごいよなお前。破壊構成の後っすか。はい、帰りそうやし。昼むすか。昼むってお前。やばい、帰ろ。やばい。うわ、ナイスキーパー、ナイスキーパー。いやいや、コーナーもドリブルインいいっすね。なんか外から指示出してるお父さんお母さんいます。ボコボコにしろや。じゃあなんでやねん、負けるやろ。そっちかい。ダメっすよこれ 4v4 指示出しちゃダメやから。それが子供のためにならない。うん、まあ、俺がちょっと特別に出したろうかなっていうふうに思ってます、決勝前には。このセリフもありました。ドリブルインできるよ。あれ、なんすか、何したんですか。いやいや、一番近いところで指示出してなかった。指示ですか。違う違う、指示。指示、指示、指示。ドリブルインできんぞーとか言うてたの。ダメっすよ。でこれ大人の練習でもあるんか、そのやっぱ指示してしまう、うん、近くにおったら虚勢っすよね。俺 4v4 の面白いとこ見っけた。何、このやっぱこう4年生、3年生、ええ、やっぱこうズバ抜けて差があるわけじゃないから、そうですね、全然ひっくり返るし、ほんまに頑張ればなんとかなる時の方が多い。うん、だからより考えてとかめちゃくちゃできると思う。そうなんです、だから俺が世界見てきて、やっぱ日本の子って考える能力ちょっと少ない、コーチがこう言ってしまうっていうことが多いから、そこを考えて僕はその監督コーチ不在にしてるわけ。だから自分たちで考えてほしいんですよ。それはすごいと思う。でいずれこれだからほんまサッカー超えるスポーツになってほしいから、でこっから出ていってサッカー選手、プロで活躍する選手が出てきてほしい。あ、これから 4v4 から、 4v4 からめっちゃいいよね。だからこれ指示出したらあかんから。出してたでお前、この距離指示出てないかも。出てたよ、めちゃくちゃ。うまい。
うわ、ある。うわ、もうちょい前の3点やったね。今2位やから、うん、やばい、やばい、来てるぞ。あ、指示しよう。え、今、ほんと、え、指示。いやいや、なんかこっち、これで来てくれたから2人来てくれたから、指示は指示で、今、ペナン中まで入ったら3点やったのに、うん、手前で打ったら2点でしょ。打ってました、打ってました。ってことは、ついこっち白が取ったら、これ劇的ドラマあるから。はいはいはい、ドラマ待ってます。来た、来た、来た。うわぁ、ナイス。うわぁ、うわぁ、すごっ。あの子、シュートめっちゃパンチあるな。ナイス持てる。来た、うわぁ、3点です。すげぇ、綺麗なゴール。いや、ないぼ。こっち繋ぐね。ナイスゲーム。すごい。優勝した。ホブホーこれ負けて終わりじゃないから、次に繋がるんですか。次に繋がるし、いろんな県で挑戦できる。まあ、今日参加してるチームも朝熊本行ってましたみたいな、朝福岡行ってましたみたいなのあるんで、優勝、優勝、優勝おめでとう。ナイス、ナイス、ナイス、すごっ。未来の日本代表うまい子ってなんかスッてしてるの。まあそうですね、あんま感情出さないっていうかこんなもん買って当たり前みたいな思ってるかもしれないですね。でもまあ今から僕ら大人が、僕らも実際に今から 4v4 するんで、優勝チームとどうやれるかですね。なるほど、多分負けると思います。大人が、大人が、まあでも一生懸命やりますよ。今からね、40分間あるらしいんですよじゃあまあダイジェストで、僕と梅ちゃんの素晴らしいシーンをじゃあ見せて 4v4 でお別れしたいなというふうに思ってます。どうぞ。
ブリブリ忘れてたね、俺。お前でも聞こえ、あと1時間、あと1時間、ごめん、手加減できません。やりたいけど、手加減できない。いいよ、いいよ。手加減したら俺に勝って嬉しいなっていう話でしょ。いいよ、いいよ。マジで世界のレベル高いから。できなくて当たり前やから、今日負けたチームほとんどやけど、でもこの 4v4 っていうのはいろんな県でやってて、いろんな地域でやってて、何回でもチャレンジできるし、ここでは優勝したけど違うとこ行ったら負けるかもしれへんから、みんなに1位になる可能性はあるから、やり続けること大事やから、家帰って YouTube とかゲーム見たりせず、サッカー選手になりたいんやったら毎日一生懸命練習、サッカーの練習頑張ってください。で、今日はもう帰って寝ていっぱい食べて、でここまで多分車でお母さんお父さんに送ってもらってると思うから、そこしっかりお父さんお母さんありがとうって言えるような選手になりましょう。いいですか。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。負けるんじゃねえぞ、お前の夢は。かつて共に涙を流した仲間たちの夢だってことを忘れんじゃねえぞ。どんな偉くなっても巻き光らしくあれよ。